レスレアンホールネス教団習志野キリスト教会の牧師をしています山田泉です。今日は10月21日水曜日です。聖書の箇所はエゼキエル書23章1から21節、タイトルは神が願われる独占的な愛です。今日の箇所は心が痛むような、あえてそのような例えを用いて神様が語ることを通して神様の信仰に反して生きることの恐ろしさを伝えておられるんだなということがひしひしとわかるところであります。エゼキエル書23章1節から21節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、同じ母の娘である二人の女がいた。彼女たちはエジプトで淫行をし、若い時から淫行をし、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもてあそばれた。その名は姉はオホラ、妹はお堀場で、二人は私のものとなり、息子や娘たちを産んだ。その名のオホラはサマリアのこと、お堀場はエルサレムのことである。オホラは私のものであったのに、貫通し、その恋人、隣のアッシリア人を恋したった。彼らは、青色の衣を着た総督や長官で、すべて麗しい若い男たちであり、馬に乗る騎兵であった。彼女は彼らと貫通した。彼らは皆アッシリアの襟抜きの者であった。彼女は恋したった者のすべての偶像で自分の身を汚した。彼女はエジプト以来の淫行をやめようとしなかった。それは彼女の若い時、エジプト人が彼女と寝てその処女の乳房をもてあそび、彼女に情欲を注いだからである。それで私は彼女が恋したう恋人たちの手、アッシリア人の手に彼女を渡した。彼らは彼女の裸をさらけ出し、その息子や娘たちを奪い取り、彼女を剣で殺してしまった。こうして彼女に裁きが下され、彼女は女たちの語り草となった。妹のお堀場はこれを見たが、姉より一層連城を腐らせ、その淫行は姉の淫行よりひどかった。彼女は隣のアッシリア人の総督や長官を恋したった。彼らは皆清掃をし、馬に乗る騎兵たちで、麗しい若い男であった。私は彼女が身を汚すのを見たが、二人とも同じやり方であった。彼女は陰行を増し加え、壁に彫られた人々、主で描かれているカルデヤ人の肖像を見た。それらは腰に帯を締め、頭には垂れるほどのターバンをつけ、皆侍従のように見え、彼らの出生地カルデヤのバビロン人の姿をしていた。彼女はそれを一目見ると、彼らを恋したい、使者たちをカルデヤの彼らのもとに遣わした。バビロン人は彼女のもとに来て恋の床につき、彼女を情欲で汚した。彼女が彼らによって汚れたものとなったときに、彼女の心は彼らから離れ去った。それでも彼女は自分の淫行をさらけ出し、自分の裸を表した。
それで私の心はかつて彼女の姉から離れ去ったように、彼女からも離れ去ってしまった。しかし彼女はかつてエジプトの地で隠行したあの若かった日々を思い出して、隠行を重ね、ロバの体のような体を持ち、馬の勢力のような勢力を持つ彼らのそばめになりたいと憧れた。このようにあなたはエジプト人があなたの若い胸を抱きしめ、あなたの乳房をもてあそんだあの若い時のみだらな行いをしきりに望んだ。もし私が、どなたからか、神様って、あなたの信じる神様ってどういう方ですか、一言で言ったらどのように言えるのですかと問われたら、私はこのように答えようといつも思っています。私たちの神様は、私たちの神様を一番よく表す言葉は、神様は聖なるお方、清い方ですと答えようと考えています。だから神様のことが書かれているこの本を聖書って言うんだよ、そうも伝えたいと思っています。この聖である、清いっていうことなんですけれども、このレベルはですね、私たちが言い表すことができないほどの清さ、そのことを聖書は言っているのです。どうにも届かない、別格だ、別物だ、何とも表しようがないほどの清い方だ。このことを表すのに、神学者の方々はこんな言葉を使ったりします。超越者、あるいは神は絶対他者、こんな言葉で表すほどにも神様の清さっていうのが、私たちの知っている、あるいは私たちができる清さとは全く関係のない、それほどにも清い方なんだということを表す言葉です。このことは聖書にも書いてありますね。イザヤ書の証明の、イザヤの証明の記事を読みますと、6章ですけれども、イザヤに語りかける神様が現れるところにこうやって記されます。聖なる、聖なる、聖なる方、神。3回繰り返します。これは3回繰り返すほどに清いという意味ではなくって、何百回、何万回、もう何億回繰り返したところで、清さっていうことを表しきれないんだっていうことを、その思いの丈がこの繰り返しに現れているわけです。それと同時にイザヤは自分のことを今度示すときに、ダメなものです、汚れています、災いです、このような言葉を繰り返すわけです。この繰り返しを通して、人間は本当に罪深い、汚い、弱いっていうこと、それはまた表しようもないほどそのようなものであるということをまた意味していくわけです。神様を信じる、そのことはどのように私たちは荒らせられていくのでしょうか。ダニエル書にその当時の王様をひれ伏して拝まなかったという罪で、ダニエルとその仲間たちが罰せられるという記事が出てきます。それは命を取られるような罰で、燃え盛る炉の中に投げ込まれるっていう出来事が出てきます。はかり持った人たちが7倍の温度に上げたとまで書いてますね。そしてダニエルとその仲間たちをその投げ込む時にですね、連れて行った人々がその熱波、炎の橋の厚さで連れて行った人たちまでも焼かれてしまった、そのように書かれている箇所があるんですけども、もし私たちが神様の清さを少し理解しようと助けるならば、その炎がです、
処罰される人だけではなくて、そこに一緒に近づいた全く関係のないその人の全体をも焼き尽くしてしまうほどの火には勢いがある、力がある。それと同じように神様の清さっていうのは、すべてのものを圧倒させてしまい、すべてのものにその汚さや汚れを全部見せてやまないほどの、その力が清さの中にあるよという意味であります。そうしますと、神様を信じるっていうことは、人生の一部、自分の存在のどこか一部、あるいはこの出来事、あの事件、この苦しみ、その一つのことで関わろうとすることはありえないものであるということを知ります。信仰というものは、神様の性が、清さが際立った格別な超越した清さであるがゆえに、そこに近づくものは全部をもってして圧倒されてしまう、そのようなものなのです。それが今日のテキストの中で、汚れが全身に及び、そしてそれは本当に聞きたくもないあの例えのようにして表されるほどに、神様の前に立つということは、私たち全体の汚れの深さ、その強さ、またその大きさが表されずにはおられないということを意味しているのであります。ですから私たちは、神様とはこのこととそのこととで関わっていきたい、助けられていきたいと考えて神様の前に近づくということは、とてもありえないことです。神様の救い、祝福、それは部分にとどまりようもない、全部を影響を及ぼしてやまないものであるということ、これが神様そのものなのです。私たちは自分の考えで押し量って神様と関わろうとしていることはありませんか。私たちの信仰において、私たちが神様を見出したのでも、選んだのでもないということは、聖書に書かれてある通りです。私たちとは比べ模様もない超越の神様が、私たちのすべてを知った上で、私たちの深い弱さと汚れを知った上で、包み抱き、そして救ってくださったのです。ですから、私たちのさじ加減で神様と向き合おうとすることは間違いです。超越される大きな存在の神様に、すべてをお任せいたしましょう。お祈りいたします。天の神様、私たちはともすると神様に向き合う、その部分を自分で決めてしまうことがあります。それは本当の神様の存在に全くふさわしくありません。神様と何かと両立するような心や考えを私たちが持つものではなく、圧倒される神様の前に、すべてをお任せしますという祈りを持って、あなたに近づく信仰をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。